こに。レッツストーリー。マスキュラーをなんとか退け、コウタ君を相沢先生に預けた僕はヴィランが探しているカッちゃんの元へ急いでいた。カッちゃん、無事でいてくれ。途中で庄司君と合流し、満身創痍の体で走っていた僕らは黒い何かに襲われた。僕らを襲った黒いものの正体は、力の制御を失った毒闇君だった。毒闇君！ミロリア、ここを通りたいならまずこれをどうにかせねばならん。俺から離れろ、死ぬぞ。暗転リンクアタック。暗転リンク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 アンテン仕切り直す。まだだ、行け。届くアンテン、届くアンテン、強行。はいよ、シュラと風撃破。はいよ、戦うしかないのなら吹き飛べ。でも勝手に、ウィーン。やるしかないんだ。アメージング。暴走レッツストーリー。徳闇くんを抑えきれない僕らは、暴走する徳闇くんを誘導しつつ、かっちゃんと轟くんを探していた。かっちゃんと徳闇くん、僕はどっちも助けたい。そのための作戦だ。いた、ガッチャン、トドロキ君。緑谷、庄司、どこ闇暴走してるのか。爆を、光を。ああ、うるせえ、俺に指図すんな。レディークラッシュ。失敗しろ。暴れたいんじゃ。俺のだよ、俺の力。反転、氷結、氷結、俺のだよ。挟み撃て。やってよのタイミング。氷結。はいよ、氷結、氷結。まずは右、せっけん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 、凍結、肩をつけ、
火炎で燃えろ。降霊燃やせ反転。燃えろ火炎で反転。まだ俺の力だろ。反転だ。ダークスロー、はいよ。戻れ。いい気になる。潰してやる。覚悟は守りよ。手加減する気はねえ。はあ、これが俺の力だ。勝手に。すまねえ、やりすぎた。ウィーン。期待に応えるか。アメージングニューストーリー。てめえと俺の相性が残念だぜ。すまん、助かった。常闇、大丈夫か。カッチャン、トドロキ君と合流できた僕らは光を作れる二人の個性でダークシャドウを鎮静化させることに成功した。僕は正気に戻った常闇君にもヴィランの狙いがカッチャンであることを伝えた。そしてヴィランの狙いと思われるカッチャンをみんなで守りつつ、僕らは相澤先生がいる施設へ向けて移動を開始した。ダークシャド、私とツユちゃんの前に突如現れたヴィラン。レッツストーリー。ツユちゃんと一緒に行動していた私、その時突然草むらから飛び出てきた人影が私たちをナイフで切りつけてきた。まさかヴィラン、どうして。トガです。二人とも可愛いね。うららかさんとアシイさん、日が少ないとね、ダメです。ちって私大好きだよ。だからさすね、アスイさん。ツユちゃんから離れて。あなた友達じゃないわ。さすね、ツユちゃん。レディークラッシュ。油断しないわ。ダーガムは完成しないわ。行く、乱れろ。もう、なめろ。行く、避けちゃダメです。なめろ。この香りがする。なめろ。掴むわ、感心しないわ。乱れろ。もう、なめろ。行く、チャンスです。行く。こっちよ、サポート。あなた、あ、正しいわね。下からケルケル。たくさん刺さるべき。なめろ。リガキだけじゃないよ。なめろ。ここから引っ張る。感染しないわ。ケル、ふりゃりゃ。もうこっちよ、サポート。判断しかねるわ。感心しないわ。ここから、ふにゃがー。もう危険ね。めった刺しです。危険ね。地味切り刻むね。危険ね。まだチャンスはあるわ。いや、キロキロー。ケロ。いや、負けです。
友達にはなれないわ。エクセレント。ストーリー。お茶子ちゃん、あなたも素敵。私と同じ匂いがする。好きな人がいますよね。その人見たくなりたいって思ってますよね。わかるんです、乙女だもん。うららかさん、ミドリアちゃん、みんな、デク君たちが助けに来てくれたけど、一瞬そっちに意識が行ってしまった私は捕まえた子を逃がしてしまった。ていうか、デク君めっちゃボロボロ。もしかしてヴィランが他にもたくさんいるってこと？一体どうなってるの？